援助なんて。倒したな、だいぶ違うんだわ。戦闘を再開します。そこは歩いたらベチャベチャじゃない。足元ベチャベチャじゃない。Thank you.
実力見せてやるよ。殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。ここも早いとこ落としたいな。地上を抑えてしまえばもう攻略戦を開始します。地上から一掃できるんだかな。ネムチューンは何か所が結構難関なんだな。オーストラリアだけだからね。ジャブルとオーストラリアを抑えば結構部隊数がおるからな。膠着状態でしばらく粘る。
戦闘を中断します。戦闘を再開。戦闘を中断します。戦闘を再開します。もう再開けど難しいな。んだとこっからやろうけど、どうさらっとくるやろね。やっぱ島はね、結構攻略がた攻略するの苦労するわ、ほんと。なんか日本がとかイギリスがいかに攻めにくいかっていうのを身をもってわかるね、本当。上陸してもすぐ来るからな、こいつらは。戦闘を中断し、敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。いやー、ここも厄介なんだよな、ほんと。オーストラリアは本当に厄介だな。全部隊退却。情報部より敵軍事技術の奪取に成功したと報告がありました。よしよしよし。
の金を出さすかもしょうがないな。エンジェル。この関係がね、悪くなると死にに行こう、強化来るからね。エンジェル。そう、こっちを落とすか。こいつらを潰さんことには。11と30数が多いからな。こう仲間って言った方がいいだろうな、多分。まあ、ガンタンクはもうほんまに戦力にならんから。チルーサショッパータンク部隊もこっから大回りさせる。攻めてくる可能性がゼロではないから地部隊だけ置いておこう。あ、来やがったな。
まずか1木だけでか来るか。ここもね、でも置いとかんとね、裏側か来る時もあるか、こいつら。ちょっと下ろしてもいいんだな、こう地上に。そんこんなに下ろんっていうのはあんまり見ない感じがするな。ここにいたら下ろすか、地上に。